ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、今日も、ミスター M さんがですね、この動画を作ってくださいました。そして今回はですね、体重がどのぐらい落ちたのか、そしてウエストがどのぐらい変化したのか、これがね見えるようになってよかったですね。いや効果あったじゃないですか。やっぱりこういうところからね、この変化から大きな変化をつかんでいくってことが大事だと思います。やっぱ腹筋ローラーチャレンジとちょっと食事の方をねケアしていただいて、ここまで効果が出るんですよってことがね、まあ、まあここで分かったわけなんですよね。で今後ですね、体重がちょっと減りましたけども、2キロ3キロ減りました。2キロだったよね、ちょっとね、どこだったかな、体重すいません、1.8 キロでした、すいません。 1.8 キロ減ったということで、これ30日で 1.8 キロっていうペースが、まあね、スローなのか速いのか、これはまあ人それぞれの捉え方があると思いますけども、ここからですねもうちょっとやると、これ100キロ切るところまでいきます ね。これはすごいと思いますよ。100キロ中年デブというストーリーがありましたけども、100キロ中年デブって言えなくなっちゃうという、でこれは最終回になっちゃうんじゃないかと。100キロね、落ちて90何キロとかになったらもうすでに100キロデブではないんで、90キロデブということになりますね。また新しいストーリーが始まるんじゃないでしょうか。あ、そしてですね、今回すごくスタローンさんの言葉良かったですね。またリングに戻ってくるということなんですよね。そうなんですよ。何度も何度も叩きのめされてもやっぱり男の子ですからね、どんなに失敗してもまた復活して戻ってくる、そういう風なリングを私たちは持っていたいなと思います。で男のね人生ってのは戦いの連続ですから、で100戦100勝ってわけにいかないですよね。まあ、ですので勝つ時もあれば負ける時もあると、うまくいく時もあれば失敗する時もある、要するに負け際がね肝心だということなんですよ。自分が負け惜しみをするんじゃなくて、今回は勉強になったな、失敗したな、よしこれを生かして次もうちょっとバージョンアップしようかなって考えていけばいいわけなんですよ。で今回のねダイエットっていうのも、なんかほっといたら太っちゃったから、よしこれじゃいけないな、痩せようっていうエネルギーになったわけですよね。で下手にね95キロぐらいうろうろしてたら、多分もうダイエットしようかなって思わなかったかもしれないですよね。ということで100キロを超えた時に100キロ以下になろうかなというこの動機がここで回収されたわけですね。今後もよろしくお願いします。まああのね30日あともう7日間じゃないですか。これ終わる頃には100キロ切ってるといいですね。そしたら30日の腹筋ローラーチャレンジ100キロデブが100キロ解消になって、100キロじゃなくなりました、最終回ありがとうみたいな感じで終わりますよね。楽しみにします。では無理ないように健康に気をつけながらねやってくださいね。急激なダイエットは体に毒ですし、それからやっぱり、リバウンドの恐怖もありますので、よろしくお願いしますね。ゆっくりやっていきます。